メッカメトロ、または、マッカメトロは、サウジアラビア王国の都市マッカにて計画中の、マッカマスレールトランジット社が所有する4路線の、メトロシステムである。トーメトロは、統合バスサービスも含まれる、620をクリアルの、マッカ公共交通プログラムの一部をなしている。トーメトロの新しい4路線は、既存の AL マサー AL ムガーデサメトロサザンラインに、追加するとされる。 MMMSL は、端の時のみ運行される、2010年11月に開業した、マッカ、アラファとムズダリファ及びミナを結ぶ、延長、18. 1 8 1トルの路線である。建設を受け負った、中国鉄拳の中国人労働者1200人は、異教徒の立ち入りを禁ずるメッカ入りのために、イスラム教に入信した。車両は、 中国の超春機動客車製の電車が使われた2012年8月、当システムのメトロ4路線の建設費として、サウジ政府が165億米ドルを承認したことが発表された。政府の資金調達の発表では、全体の拡大には10年かかるだろうと述べられている。入札のための招待状は、2013年1月に発行されることになった。 2015年より建設が開始されると当初予想された事業で新しい4路線が建設されることになっている。しかしながら計画中のメトロモーの4路線の事業は2016年に開始されると現在予想されている。MMRTC は第一段階時にコンサルティングサービスを提供するためにプレセルアーナマレーシアを任命しており2019年までに 合計 45.1km のメトロに路線及び22駅の建設をカバーすることになっている。ありがとうございます。